エルンスト・フォン・エスター・ライヒは、神聖ローマ皇帝マクシメリアン2世と皇后マリアでアウストリアの第四子、三男。ゲオーストリア総督、ウチオーストリア総督、スペイン領ネーデルラント総督を歴任した。ルドルフ2世のすぐ下の弟であり、兄が独身を通したため事実上の後継者の地位にあった。そして家族内でさえ味方の少ないルドルフ2世に、 とっては、唯一の信頼のおける相談相手でもあった。1572年、ポーランド王、ジグムント二世の死に伴う、国王自由選挙で候補の一人となったが、フランスのオスアンジューコをアンリに敗れた。1590年に、叔父の内オーストリア州公カールが死ぬと、幼いその長男、フェルディナントの後見人として、州統治を代行した。百九十二年、ハンガリーにおける、 オスマン帝国軍との戦闘で敗北している。その後、母方のおじのスペイン王フェリペ2世によって、ネーデルラント総督に任命され、1594年にブルッセルに入試したが、翌年に認知で死去した。フェリペ2世と教皇シクストス5世はエルヌストに対抗宗教改革の推進を期待していたが、休止により、政治的に業績を残すことはなかった。しかし、 エルンストのブルッセル滞在はハプスブルク家の美術品収集にとって重要な意味を持った。彼は認知でピーテル・ブリューゲルの存在を知ってその絵画作品の収集を始め、さらにアニルドルフセ世にもブリューゲル作品の収集を進めたのである。これがウィンの美術史美術館のブリューゲルコレクションの基礎となった。ウィキメディアコモンズにはエルゼ・ヘティソグ、 エルンストフォン・オーストライヒに関するメディアがあります。ありがとうございます。